体の方が固まっているのが伝わってきますよ、ね、ああそうです、そうです、ここで戻っちゃってますね、戻さないんです、うん、ここで緩めるんです、ああそう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 、そうですそうです、戻っちゃうからここまでやると、あの意識出ちゃうんだよね、ここまで来て、あともう少しとか思っちゃうんですよ、思った瞬間力入っちゃってるんで、あのそこで滞っちゃうから、そうです、あと戻しちゃいけないんですね、そこから、そこから、あくまでもそうです、はい、そうです、こう来て、はい、ここでグッとこうなったら緩めるんだけど、戻さないで、はい、このままでこの状態で、はい、自分が緩むんです、あそう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 、はい、そう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 、はい、そうですそうです、はい、そうですそうです、あ最後までやろうとしない、ああなるほど、でもうできなくても、うん、それを自分の体にやってるとだんだんできるように、あできなくていいんです、一回一回やもう完璧にやろうと思っちゃうから、はい、力みに、うんうんうん、できないところでやろうとするから力になっちゃう、はいはい、そうですね、で逆にもできなくてもいいやぐらいの気持ちで、ああなるほど、ずっとやってると、はい、自分自身がだんだんそういう風になってくると、うん、エネルギー出てくるんですよ、そこが一番大事、できるできないはもう どうでもいいんですよ、はい、だから今だったら初めがちょっと弱かったから、はい、初めにもう一回入れちゃうんですよ、はいはいはい、ただもう、はい、あ勝手に言って、はい、緩むんです、それは自分が緩むと相手が緩むっていう、あ、はいはい、そうなんですよね、そうです、君にかかると相手も外しにかかるんですよね、はい、そこら辺の意識改革がすごく大事なんですよね、昔の達人ってそういった意識あれですかね、戦った時も無なんでしょうかね、無ですよね、だから無念無想ってまさにそうですよね、あこれもそうですけどね、はい、これも、うん、はい、この状態で、あ、出てた、あ、はい、これでちょっと力入れる、はい、はい、でも、やっぱりいらないです、うんうんうん、でも、片っぽじゃいらない場合はもう、はい、この状態で、はい、この手をサンドイッチに、はい、こうすると、あ、出てた、もう、簡単に、あ別に片手でできなくたっていいんです、あこっちの手空いてたら、はいはい、ずっと使えば、あこれだとですね、はい、はい、どう力が握りたいですね、はい、これはちょっとこういう意識はあいいですよ、そう自分がやりたい感じで一番力が入らないところを、あそうか力が入らない、そうです、でもやっぱり叶えって どうしても力入っちゃうんですよね、あまり叶えない方がいいんですよね、もうその状態をキープしてるとやっぱりだん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 気が入ってくるんですよ、同じ状態でずっとこうキープしてると気がどっちなんだ、こっちに入って、ああそうなんですか、そうです、だけどこれやろうと思うとギュッと握っちゃうと、はい、もう返せるけど、同じ状態でずっとキープされてると結構きついんですよね、だからこれでもかかんないけどもそれずっとやられてるとやっぱりだんだんこう入ってくるんですよね、気が、へー、で途中でギュッとなってくると、はい、うん、そこから力に変換しちゃうんですよ、はい、だから、ま、これだったらこのままずっとで自分の中どん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 緩めて、はい、相手にどんどんエネルギー送り込んでもう同じ状態ずっとキープ、はい、ああ同じことずっとやってるんだけど、相手にはどん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 入って入っていくんですよね。
辺からもう、こう抵抗しないと思ったらこういうふうになってるんですよ。あ、だからこれがどんどん強くなってくると、はい、同じことやってても、もうブーンとこう、さっきのエネルギーが強い。あ、そうです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 。ということは、もう60兆個ある細胞を全部緩めるっていう。はい、あ、おー、いいですね。そうです、そうです。同じことをずっとやってるとだん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 重くなってくるんですよ、ね、あ、そうです、これなんかな、はい、それがブツブツってなるんです。それをいかにつなげるかっていうのはやっぱり呼吸、はあ、なんかぶつかってるから息が取っちゃう、息入っちゃうとぶつ切れになっちゃう。そうです、それがぶつ切れにならない、ならない方が呼吸深いとならないんですよね、はあ、そうです、切れ切れて、あ、いますよね。でも感覚はもう今みたいな感覚を、あ、こっちのこれでやったの、はい、皮膚感覚ってどうですか、はい、これも、はい、皮膚の中の筋膜、筋膜、はい、筋膜だけやると筋肉に一緒についてなんで来られるんだあ、そうです、そうです、これ消えちゃうんですよね、あれね消えないんですよ、物理じゃない、この状態をずっとキープですね。そうです、そうです、自分が動いてみるか、いいですよ、そうです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 、でも切れますね、僕の場合は途中で切れますよね、切れたところでグッと多分戻しちゃっちゃうんですよね、それをだんだん早くやっていると、はい、もうこの骨の段階で最初から早くできませんもんね、そうです、そうです、はい、ゆっくりやるのは結構難しいけどすごく感覚、はい、分かってくるんですよ、はい、ゆっくりしてる、 それをずっとこうやってると、うん、その通りこうゆっくりしながら早くするようにやっていくといいんですよね、はい、そうです、日常で練習できるんですからね、なんかできる、だからさっきもやってたんだけどこういうもう握らない、ああ、やってますね、そうです、 あそこまで先生あれですか、ここでもくっついてる、ってやつすごいですね、これぐらい、あ、そうです、そうです、そうです、あ、こういう練習ですよね、だからなんかお茶飲むとかなんか、はい、ね、ペットボトル飲むとかで、はい、そういう時にもうこういう手を作っといてもここにこう当てとけばもう全然あでも全然握ってないんですよね、ペタッとも、そうですね、全部ペタッと、そうです、そうです、これがいい練習ですか、そうです、そうです、こういう練習するともうこういう握りですよね、はいはい、ああ、はい、
これがやっぱり鍛錬意識、はい、普通にちょっと鍛錬意識するともう全然、はい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 、動かないんです、はい、だから意識なんですよ、はいはいはい、意識するだけでも体動かないんです。あでも何にもどうにも意識がないと簡単に鍛錬ですよね。そうですそうです。僕の教材ですよ、先生と同じこと言ってて、下からの気と上からの気でやつは圧接って言ったんですよ、ここに溜めるんだっつって、ここに集めてって言うと、そうですね、鈴木先生言ってたんですよ、地面の気と、もうちょうど上と下のちょうどここ、はい、ここですよ、中心、はい、それで壊れてたんですかね、僕解説とかこうやってました、ね、ああそうですね、意識をここに下と上の意識を置いてここでやってたんですかね、こういう感じでかもしれませんね、ですよね、あそうですそうです、それっていろんな例えばこういうのはそうですけどね、はいはい、これもこうやってるともう全然芯ができるんですよね。あこれでいいんですか、この上げて下げて、はいはい、そうです、はい、そうです、あこれだけでいいですか、それだけでもいいんですよね、それだけでもうやっぱしこのここが強くなるんですよね。へえ、これをちょっと練習しよう。そうです、あとはそのこっちの木とこの、まあ、圧接をするような感じで意識してくれます。そうですよね、あとこの薬、あこれもまあ普通にちょっとして、はい、後ろからちょっと力を入れて、はいはいはい、こういう、はい、感じ でこれでグッと、はい、力を入れて、はい、え、そうですか、いらないです。へえ、そうです、これで普通に人差し指で、はいはい、あれこれなんでですか、でもこれが心筋に、はい、心筋につながってるんですよ、はいはい、こっち屈筋に、屈筋につながってるんで、はい、屈筋って折れちゃうことじゃないですか、はいはい、心筋って伸ばすことに、うん、まあこれやると心筋につながるんですよ、ね、でこういう一人稽古じゃないんですよ。そうです、だからうちに来てる方もなんか電車でパイとかで刺させたら、うん、どうだったな、特急がいるときにこれ待ってると後ろからポンと、うん、危ない、うん、ああああ、その時にこうやってやってると後ろからドーンってきて、うん、すごい安心感、そうですか、もう返せるだけの あるんですよね。これはね、そうです、へえ、これじゃダメですね。これだと、これこっち小指が心筋なんですか。小指、これは薬指が一番。薬指。そうです。はい。これだからよくボーリングってご存知ですか。はい。あれなんかもここでよく、うん、やります、ね。はい、ここでやりますね。そうですそうです。ボーリングもやっぱり同じですよね。ここでこうやる。で、この心筋につながってるっていうのが一つの。あの薬指。薬指、まあ、ここですね。はい。こういうのが、でこっち側はやっぱりどうしても屈筋の方に、こっちは屈筋、こっちは心筋、そうですそうです、ただ自分の意識でそこに持っていけば、うん、そうですね、いいことですよね。まあ、足は足であるし、手は手でやってここをこうやって、はい、挟むやつがあるんですよ。はい、でこういうふうに、はい、例えば、まあ、普通にこうやると、はい、ここ普通にこうやると、はい、ここなんです。で、グッとこうしてやると、ここまで来るんですよ。ああ、はい。これでやると、ここが緩むんですよ。へぇ、ですか。そうですね。朝とこういうふうにしてると、もうここはもうすごく。じゃ肩こりにいいですか。肩こりにいいです。あ確かに肩こり。これだとね、ここだな。元気があれば何でもできる、元気があれば発信もできます、実況アナウンサー柿野隆彦です、よろしくお願いいたします。バカさー